ごいな。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。いやいや、楽しんでてください。そうそうそう、何だっけ、あの、セロ、あ、あったな、デバディウォー、やっぱすごい。これすごいな、これ。タイヤがでかっ。うん。すごい踏まれて。あー、確かに。いっぱい詰めます。すごいな、これこのホイールでっけ。これはすごいんだけど、バランスが、これだったら絶対これはしないな、あのホイールは。だってめちゃんこでっかいもん。でかすぎるよこれ。ホイールが走っとるわよ。ランクル？レクサス？ナトル？ああ、だっけ？シグナス？なんでこれがシグナスか？ずーっと見ていこうかな、こっち、ケツから。うん？おう。お尻から写していこうか。
いピカピカ、これ動画で撮るとすごいよ、ピカピカ。マンパワーはすげえ高いですね。あ、これ86じゃない、そこで何か食えるんだ。すごいものがいっぱいあるね。うん、これすごいな。ハの字？タイヤがハの字だった。うん。ハの字じゃないやつを普通に。敵のずーっと見てきゃいや。ハの字には興味ねえけど。すごいこれ。このカラーリングが。どこの車かわからん。ホンダ。アキラ。全然最近車ばっかり、あれかスバルか WRX だ前の、おびっくりしたこれ。ハマもう10年ぐらい経ったんだよね。ハマってこれもう製造停止したら、うん、ケツに乗っけとれへん。なんかこれ。あれ？エンジンないぞ。これエアサスのやつ？なんでエンジンどこ？中ぐちゃぐちゃ。じゃあ生だレスパー中か。ああそういうやつか。これエンジンここに乗るだ。乗るだよね。なんこれ。面白いでしょ。面白い。逆に面白い、うん。エンジンないよって。
で車高を落とそうと。電気型あるんだな、電気型じゃない、あれ、テールじゃん。テールがまたちょっと違うだよ。オレンジやつがね、ちょっと吸ってるよ、これ。ん？吸ってる。おぉ。エアサー吸ったな。な、無理無理。走れんもん。クリスタルアイか。はいはい。テールがなんか、俺のテールのとこだ。同じだ、クリスタルアイだけど。すいません。この頃のセブン好きだな。FD とかだろ。RX8 があんまり俺好きじゃなかったから。だから FC とか FD とか一番いいんだって、あの頃が。イニシャル D でないけど。RX8 は多分抜いちゃったでしょ。なんかもったいないぐらい空いとるじゃん。やっぱそんなじゃないんだろうね、実験的に。で、向こうにも展示したんだろ。あ、これか。うわ。こうか。これケツばっかだ。ケツばっかだよ。こっち前見てた、前。
熊やん。どうやって出ちゃいかん。